お願いします。38番引きます。私は引きが弱いです。いきます。あ、38番引かれちゃった。嘘でしょ。じゃあ34番引きます。あれ。38番なんかあるんですか？ないんですけど、予言したんですけど、予言したらポロイさんが先に押して引いちゃいました。はい、惜しかった。アズワングランプリサードシーズン決勝戦先鋒戦。イエーイ。こんにちは、ポロリです。あ、こんにちは、たまちゃんです。すみません、スタートだけテンション上げたんですけど、このぐらいでいっていいですか？あ、全然、私今びっくりしました。むしろ、あれそんな人だったのかな？いや、全然そんな人じゃないです。はい、落ち着いてるんですけど、はい、ちょっとなんかタイトルコールお願いしますって言われたら頑張らないといけないかなと思って、掴みなんで頑張ってみました。はい。なんか裏切り者？ちょっと待ってください、いきなり何なんですか？初対面みたいなものですよ、私たち。決勝戦ですけど、うちは上昇軍団としてここに来ました。はい、ね、私は、女流雀士軍団として。おかしくねね俺なんか、パチンコ視聴ガイドのこうなんかガイドワークスの仲間、そうですね、仲間です。仲間なんですけれども、一応ですね、私2つの顔を持ってまして。一応肩書きだけは雀士の肩書きを持ってるんですよ。二股かけてる。そうです。初めて使いましたここで。でもこの肩書きは。マジっすか？あ、実は雀士。実は雀士で一応日本プロ麻雀協会の方に所属させてもらってまして、でもやっぱほら麻雀とパチンコって別物なんで、はい。裏切り者。裏切って両方のだけで裏切ってないんですよ。まあとにかくじゃあ上昇軍団対女流です。はい、女流軍団です。あれだったと思うんだけど、あれ 美人女流雀士軍団みたいな名前じゃなかったっけ？違ったっけ？美人は使わない。あ、そうっすか。あ、今思わずハードルが上がるぐらいのメンツがいるのよ、実は。いますね。メンツがいるのよ。みんな嫌いですよ。誰ですか、仲間？仲間ってどういうことですか？誰がいるかですか？高宮さんと中山さんと富さん、そして二階堂亜希さんですね。今上から順番に言いましたね。次鋒戦がバイソン松本対高宮真理さん。スター性で負けますね、うちはね。ちょっと待ってくださいよ。中堅は阿久津八段対中山七海さん。これうちが手応えいいような気がするけど、問題副将なんですよ。伊藤真一っていうのがいまして、すっげえ負ける。私でも伊藤真一さん負けてるイメージはあんまないですよ。ある年の、まあ上昇理論1ヶ月1回なんで、12戦大体するんですけど、何勝何敗だったと思います？一昨年1勝11敗。伝説でしょ、もはや。設定1しか打ってなくても、そこなんですよ、問題は。0勝12敗は本当すげえってなるけど、無駄に1勝とかすんだよね。本当ですか、今の？じゃあ私が本当ですよ。当てちゃったんだ、ごめんなさい。そうなの。当てた。リアルだったんだ。いや、ありえないって思うぐらいの漫画みたいな巻き方をするんで。何が上昇やねんみたいな。ただうちの大将のわさびくんはすげえ。そうですね。相当勝つイメージはあります。はい。ただ二階堂亜希さんは。猛烈スター性があるから、引き強、はい、そんな2チームの勝ち上がりの点数っていうか、その差枚数が、まあそのまま本当現れてますよ。上昇軍団はプラス1167枚、先方の糸芯がすげえ負けたのを、みんな借金をちょっとずつ返してって最後わさびくんが逃げ切るみたいな、もううちの形ですね。横浜が佐々木が9回に出てきて1回だけきっちり抑えるみたいな逃げ切りタイプですよ、はい、だったんですけど1回戦が。プラス2749枚、まあ、これはもう相手がね、相手がちょっと勝手にマイナス8475枚でこけた、万枚の差があるんで、これは多分何しても勝ち上がれたと思います。でもやっぱり私以外の皆様がちょっとずつプラスを積み重ねたのかなっていう、私マイナスだったんで。なるほど、はい、4チームでだってトップだもんね。そうですね、やめてほしいですよね。負けたの負けました負けましたし、今日もなんでポロリさんとなんだよっていうのがね。いや何言ってんすか、ポロリはカモですよ言ったらカモですよ、私がカモですよ、正真正銘の。いやいやそんなことはないですよで朝の抽選がありましてね、はい、私が51番で入る。あ、違う、それ私です、それ私私が51番ですこかします。たまにねボケるんですよこうやって私が38番で51番ということですね。はい、ということで何か狙いはあるんですか。狙いとかあんまりない。狙ったりはしない。バラエティーの1台の機種を狙ったりはするんですけど。どういうことそれオンかオフかがいいってこと。打ちたい機種、好きな機種があったらもうそれにこう突っ込むタイプなんで。そうでもまあ今日はそのちょっとバラエティーに1台っていうので自分の心をときめくのが、まあ、特になかったので、ちょっといつもとは違う感じで立ち回りますよ。もと違う感じで立ち回るという含みを残して、はい、ポロリはなんか朝一緒に車で来てその中で話した結果、はい、相手がこけるのを待ってれば勝手に滅亡してくれるのかなって思って手堅いところから行こうかなってちょっと思ってますよ。ポロリさんもともと手堅いイメージはやっぱあったんで、私もその、はい、あんまりすごい投資をしないような機種でとは思ってます。なるほど、はい、どういう戦いになるんでしょうか、はい、まあまあ今回先鋒戦ですけど、はい、だいぶねここで勝つか負けるかで戦い方が変わってくる。いやそうなんですよ。これでどっちかがマイナスだとねちょっとやっぱ厳しくはなっていくと思うんで、はい、いいですよ。マイナス2000枚ぐらいで私がプラス1000枚ぐらいだと前回の私と何も変わってないじゃないですか。それじゃ前回1000枚マイナスだった1000枚ちょっとですね、はい、その調子で頑張りましょう。大丈夫、黄門ちゃまがありますからこの店という感じで言っていただきたいと思いますそれでは実践の方行ってみましょう。頑張ります。狙っていく機種はあるんですけど、ちょっと前の動きを見ながらでしか動けない感じの38番なんで、ちょっと前の人の動きを見ながら絆でもいいんだけど多分埋まってんだろうな38番。さてうわー絆全然取れるんだっていうことは向こうが埋まっちゃってるってこと。全然余裕で取れるっすけどどうしようか。どうしよう。本当は向こうの角が良かったんだけどな。みんなどこ打ちに行ったの前に入った人たち今日はちょっとクソ手堅くなっちゃいますけどアイムから行きましょうか。なんか最近ちょっと鏡にはまっちゃって投資しなくて済むじゃないですか。 A タイプは打ちますね。でも収録とかじゃあんま打たないですね。やっぱ私らしくないんで、私お金突っ込むのが仕事なんで突っ込まないとと思っておはようございます。おはようございます。あ、サラバンもあるじゃん。みんなでもとりあえず何に座ってるのかだけ見ようかな。で見ても関係ねえか、私別にそれ座んねえしめっちゃでも「魔法少女まどかマギカ2」が満題だよ。あ、思い出しました。前回来たお店なんですけど結構凱旋とかもすぐ埋まってた気がする。ちょっと打ちたいロード・オブ・バーミリオン早いし、だけどリベンジします思ったんですけど今日平日なんで多分ねすごい朝からねめちゃめちゃ埋まることがないと思うんで、朝一ちょっと黄門ちゃま行ってみてダメだったら鏡に行こうかな。昨日結構もうこっちにしましょう。ちょっとリベンジさせてください。いいとこ見せられなかったんで前回。それでは私ですね、前回のリベンジも兼ねてちょっといろいろ悩んだ挙句、結局たどり着いた先は黄門ちゃまでございます。こちらですね、カーツの方で勝っていきたいと思います。結構いろいろ機種ある中で、お前また黄門かよって、ね、思いますよね。私も自分でも思いますもん。しょうがない、好きなんだもん。ただ、まあ、相手がやっぱコロリさんなので、またリプレイだ、リプレイだ、4連、はい、5連、あ、えこうやリプレイめちゃめちゃたまるってこと。ここまで光ったけど、でも100少なくない？まあ、一気にたまりましたね。まあ、相手がポロリさんなのでね、固くいかれちゃうとね、私がこういうまあ AT 機とかで遊んでる間に地道に増やされちゃうかもしれないけど。まあ、とりあえずすぐこっちはたまりますね。スイカおっ止まった、一発目、あ、スイカだ。おっ、しかもお銀ちゃんちょっと熱いよ。この辺で悪さしてる6人組。赤タイトルなんでいけると思いますよ。赤タイトルな時点で結構いきなりグッと態度上がるんで。ただ今んとこチャンスアップがない。最後は欲しい。ああ2ゲームで終わりやがった。ひどいわ。来てくれれば、あ、来たんじゃない？ベルリプレイ、これで3桁乗ります。はい、まあ100、大体100。まだたまらないね。4回目は出すとテリーだ。これでたまったんで、頼むよ。これで外すとね、朝から辛いんだよ。よいしょ、ルーレットマグナ以上がいいな。多分反省会ですよね。はいで、まあここからマグマに行くこともあるんで、それがまあ激アツ。反省会で止まっちゃうと寒いけど、あと1人おお銀ちゃんまで行ってくれ。あ、早い。反省会が早すぎるな。これは早いよね。とかだった気がするんだよな。もう一回続くでしょ。続かないの？オッケー、やったー。はい、当たります。オッケー。はい、投資の方がですね5000円で、133ゲーム勝利です。ここから、個一個チャレンジじゃなくてなんかリローするんですけど、本当はすでに冒険したい気持ちを抑えて、表の挑戦を選んでいきます。表の挑戦、一応この 12.5% 合わせて 25% です。もう引ければの8点かイヤスコーリー、これが結構引けちゃうので、まあ、最近はもうこっから勝負してますね。上乗せでも20はもらえるので厳しいかな。おいしょ、上乗せだ。はい、20ゲームということで、合計40ゲームスタート。ここでね違うの来てれば、でも結局このイエローゲートをどれだけ続けられるかっていうところなんで、だったら20で終わるより、まあ、40の方が絶対いいから、本当に。チェリーかな。いや、これでイノちゃん絡んでくれたらでかい。あ、そうじゃない。あ、でも強い強い。もう一回あれ続くパターン。オッケーオッケー。結構ギリギリの何ゲーム、これ残り10ゲームあたりでまたイノちゃん。絶対ゲーム数が欲しいので、おもちゃをなんです。とりあえず大きいの乗せるまではちょっとおもちゃで頑張ります。あー、薄いとこ引いててください。うん、残り2ゲームでしたね。ゲーム125枚、ちょっとまあやれなかったパターンですけど、まあ、でも当たったんで未来は明るいです。お、でも野球もあった。よっしゃ、とりあえず50以上はゲットです。2発目でボタンは3桁3桁いきました。いやー、いい感じもう家康降臨したみたいなもんですよ。これ140ゲームです。今日はちょっとついてるあとはこの間に何もできないってことだけをちょっと避けますね。誰？ねえ、レインボーです。いただきました。これどっち？私どっち先に引いたっけな。どっちにしてもでもチャンス目でもスイカでも結構ね、色チャンス薄いんですよ。やっぱ境地以上じゃないと。まあでもよかった。そろそろね 25% 引けてもいいと思う。 25% って4分の1だからね。これを選ぶことは弱気じゃないですからね。これはもう作戦ですから、チーム戦なんで、これはチームのことを考えた。でも富ちゃん以外会ったことないんですけど、迷惑はかけれないんでここでいきますよ。うわお、やった 2V1 できました。8点もしくはイアスコリー、もう振り分けが一緒なんですけど、まあ、ありがたいのはイアスコリーですね。これ1回1日引ければもうやりきった感はあるんで、お願いします。よし、よっしゃー。いやー、もう今日はね、もし仮に負けたとしてもこれで許してほしい。ただ、100の可能性も大いにあるんですけど、なのでも、まあ、ここがね光ることを祈りながら行ってまいります。もうね、家康降臨っていうか、もうこのレインボーがめちゃめちゃ綺麗なんですよ、黄門ちゃまっていうのは。色ね、あと派手さね。あ、早っ準備中に乗せるのもまた醍醐味なんですけど。もしもし、水戸です。もしもし、ちゃま、おじいちゃまじゃよ。いい句があるんじゃが、聞いてくれるかの。乗らぬなら乗るまで待とう。はい、いやでしょうね、早いですもん。野球の方が乗ってるっていうね、まああるあるです。まあでも100これ追加したのは結構大きいかな。これで、合計150ぐらいになったのかな、ここで。ポロリさんが何を打ってるのか全く分かんないんですけど、逆にね、初戦だからちょっと冒険しててほしいですよね。凱旋とかいかないかな。はい、それではちょっと絵が地味なんですけど、愛着からいきたいと思います。よいしょ。まあ設定が入りそうなところを狙ったつもりなんですが、どうでしょうかというところです。化けの手応えを見てダメそうだったら移動していく感じでいきましょう。いやでも本当38番だから、前に37人いたはずなんだけど、みんなどこを打ちに行ったのかよく分からなかったです、正直。奥側の凱旋とかのが人気があるってことなのかな。前日 7-25 というかわいそうな台だった台が速攻化けを引いて、ちょっと何ゲームぐらいで見切っていくか難しいところではあるんだけど、最初の目標としては1000ゲームを目標に一応置いといて、その間ビッグを何回引くかレギュラーを何回引くかで、まあ柔軟に対応していくような感じでいきましょう。5000円以内に1回光ってくれると一気に気持ちは楽になるんだけど、どうでしょうか。今投資は2000円。逆にいきなり1万円とか使うとブルーになるしな。おっと、5000円分、まあ、250枚でペッカってビッグと、ちょっと感触の悪さを感じているところだったんで、当たったのは良かったのか悪かったのかよくわからないです。まあ5000円で当たりました。ちょっと大移動が遅れるだけのタイミングのような気がするから、あまり感触は良くないかな。いや、隣に移ろうかと思ってたんですよ、コイン飲まれたら。なんでまあ本当自分的にはタイミングが悪いなと思いながら、地味なジャグラーを選ぶときは10枚でも20枚でもプラスにして終わらないといけない日だと思ってるんで、なんとしても勝ちたいんだけど、今日は。嬉しいですね、ベルが揃うと。一応左下段にベルをずっと押してるんで、下段ベルの形になったら小役外れなんですけど、小役外れって外れないけどね、アイムの場合は、そしてあれもあるし、厳密にはピエロもあるから外れは出るし、なんかアイムから打ち始めましたけど、なんだか感触が悪く感じてて、早々に作戦変更をせざるを得ない状況になりそうな気がします。もう一回、一回弱いけど、このでもここでしか光ってないからな。中段ベル熱い。チャンスね。あ、公園モード。しかもこれ紫に光ってるんで、一応2分の1以上、4分の1、2分の1、1分の1でレア役が、高確率で揃うんですけど、これは2分の1以上かな。あれ、紫って1分の1だっけな。格上げ、これで確実に1分の1以上になりました。だからマイゲーム、レア役、ここで、何をやりたいかっていうと、強チェリーもしくは、強ベルです。強ベルが、これも強チェリーだ。で、強チェリーが、30% で、インローチャンスなんですよ。で、強ベルが、50% で上乗せと、インローチャンスがあるんで、レア役の中では、かつりプレーとかある中でも引けるレア役の中ではかなり強い。で、継続率は 50%。 バカ野郎、今やんなくていつやるんだよ継続を。強チェリーを引いてるんで、それで乗っていればって感じですかね。ちょっと寒いパターンかも。あ、大丈夫だ、乗せられてました。残り100ゲームぐらいあるんで、どうしようかな。挑戦するのもありですよね、この辺でね。手堅くいきたいところですけど、それじゃあね、やっぱ勝負師としてね、逆にうまみないじゃん、あるじゃん。これはね、大好き。これはもう大好きです。裏ってね、このなしがあることによって、私もう大人なんでうまみねえなって思い始めたんですよ。だったら25個は良くないみたいな。まあ完全懲悪は面白いですけどね、どうして引いたところでって感じじゃないですか。つまんない人間ですね。なかなかないんだよね、これは。いや、悩みすぎだろ。でもこれはもうやっぱさっき引いちゃってるんで、上乗せは一応40以上だったかな、40以上なんですけど、3桁も全然ある。ただったら今はもうこれおまけできたようなもんなんで、ちょっと行ってみます。だいたい上乗せ引くだろうけど、上乗せ完全懲悪30度 8.15、安子り 5%。 まあ普段はてか、これこんなの年1でしか選ばないわ。今日はその年1は、ああ、いいのか。振り分け的には普通ですね。あ、30% 吹きました。完全懲悪。まあまれにね出会いからのがでかいし、昨日はそんな25ぐらいだと考えた方がいいかも。よいしょよいしょよいしょ。やれない、完全違うからやれない。プラス25です。この今みたいな遊びをしちゃうとポンポンちゃんはダメなんだけど、それが楽しいからね。でも一応もう500枚が見えてるので、収支的にも一応プラスです。ただまだね始まったばっかりなんでそんなに余裕はない。ギリギリ226。いやー、ちょっと気が進まないデータになってきてるな。いやー、やっぱり感触が悪いんでちょっと待ってください。方向転換したいな。あれ、鏡映って言ってた人がいない。なんだよ、うつうつ詐欺かおい。何売ってんだよ。そしたらはあ、本当に黄門ちゃま売ってる。すげえ。紫ややった。あ、でも暑い暑い。3つ弱いです。すけさん、あ、おぎんちゃんだ。よかった、すごいすごい。ちょこちょこ、おめでとうございます、おめでとうございますちょっと待ってください。何の嫌がらせですか集中すぎてたんで、めちゃめちゃびっくり。いや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 ちょっと今日で、ね、ポロリさんの印象がですね、いろいろと変わり始めてます。まあ、会ったことなかったんで、その映像で見てる中の、ね、印象では本当におとなしくて、いやおとなしくてっていうか大人の、ね、方だと思ったんですけど、やっぱホールに入ると人変わっちゃいますね。勝負だから。さてさて。ちょっともうごめんなさい、残り100切ってるんで遊べません。挑戦します。20でも欲しいんです、ください。もらいました。おい、残り8ゲームですから。あ、でも激アツになったんで、これインドチャンスですね。天下いく？天下？月下？これで閉まるの？嘘でしょ？え？あ、でも獄門ちゃまのセリフなんでここでギリギリのとこで行きますね。よいしょ。残り1ゲームどうしようまあじゃあこの辺で剣術を選んでみますね。40そうだね、選んでおきましょう。3桁だと信じて。40でした。でも普通にギリギリいかないか。あ、いった、やったすぐなくなっちゃいますけどね、これ通常戻ったら。325ゲームの1000枚超え、1016枚。あ、すごい。私10月16日生まれなんですどうでもいいけど1016出ました野球あるかな。なし。まあ、じゃあここからまた通常回してきます。いやー、光ってくれよー。本当にもう来たーやっぱそうなんだよ。もうねえ、それって何？聞きたい？いや別にね、動画や漫画来店情報も一躍チェック、取材情報も盛りだくさん、使いやすい。わかった？てかそれ何？ジャンバル新着アプリ。